何の話をしようかなと思ってたんですけど、まあ、あのね、今日見たところおそらく平均寿命、平均年齢まあ30歳ぐらいかなとは思うんですけど、ね、やっぱりさっきも大久保さんの話あったように、健康でいたいですよ ね。健康がやっぱり幸せの鍵なんですよね、で、あのね、まあ、皆さん病院にかかられてる方もいらっしゃると思うんですけど、病院が健康にしてくれるわけじゃないんですよ、昔からね、病は気からっていう言葉聞いたことあると思う。あるでしょ、病は気からってほんまなんですよ。まあ、あと笑う角には福来た、ね、これもことわざみたいだけどほんまなんですよ。昔の日本人ってよう賢かったんやね。まあ、病気ってね、病気って病の気って書くでしょ、でしょ、病の気って書くんですね。ほんで病気って言うんですよ。まあ、日本だけなんです。まあ、アメリカだったらシックって、英語でシックですね。中国語でも病気のことは病だけなんです。気ついてないです。日本人だけなんですね。気が関係あるんじゃって古来日本人が言い続けてきた、ね、気って何ですか。気って そう、気持ちの気ですね。気持ちって何ですか。気持ちってそう、そういうことですね。まあ、心の持ちようってことですよね、気持ちってね。心って何かって言うたら、心ってどこにあるかって言ったら、みんなここやと思ってるけど、これ心臓、ここにある。確かに心臓これ止まったら死にます。でも心というのは脳なんです。脳の働きなんです。つまり病は気からっていうのは、病は脳の働きですよってことなんですよね。わかりますね。ちゅうことは、これオカルトとかスピリチュアルとかそういうことじゃないんです。脳科学で説明できちゃうんです。気持ちの持ちようでほんまに病気って治るんですね。昔ね、昔って昔じゃないけど、胃潰瘍とかね、胃炎とかね、あれってストレスが原因だってよく言われたでしょ。実際そうなんですよ。最近あまり聞かんことないですか。あの人ストレスで胃潰瘍なんやって、あんまり最近言わんのですよ。最近よく言うのは腰、腰痛とか膝痛とかね。あれみんな整形の病気やとみんな思ってるけれども、レントゲン撮ってね、同じように骨が曲がっとるとか神経圧迫しとるとかって、同じ症状、レントゲンで見たら同じやのに痛い人と痛ない人がおるんです、ね、ストレス。今はね、もう腰痛っていうのがほぼ9割型ストレス、ね、が原因だっていうふうにもう通説になってますね。まあだからご機嫌さんが一番いいと、ご機嫌さんがね一番長寿、長生きする金さん、銀さん、金さん銀さん覚えてます。金は100歳、銀も100歳って言ってね、一世風靡しましたね。あれ流行りましたね。しょっちゅうテレビ出とったでしょ。金さん銀さんがテレビに出たのは、テレビデビューしたの100歳です。100歳からテレビデビューしたんですね。で、いっぱいもうコマーシャル出てテレビ出たから、アナウンサーの人が聞いたんです、ね、ね、出演料いっぱいあるでしょって、何に使われるんですかって聞いたら、そう、老後のために貯金をしますね。
泉しげちよさん。120歳。世界 最高長寿ですよ。世界最高長寿ね。で泉しげちよさんにまたアナウンサーが聞いたんです、ね、なんで聞いたかって、長生きの秘訣って何ですかしげちよさんって聞いたら、それはね、女性を好きになることです。橋口代さん、どんな女性の方が好みなんですか。私はね、元来甘えたなものですから、年上の女性がいいです。おらんおらんおらん、世界探すでもあんたいる年上おらんけん、ね、うん、それぐらい、ね、ご機嫌さんに生きてると長生きができるっていうことなんですね。でそのためには笑顔、笑顔が大事なんですね。いつも怒ってる人おるでしょ。もうなんかっちゅうたら怒ってる人いる。すぐ怒る。昨日な、あの奥さんがね、昨日お隣さん家建てるんやって聞いたわよ。あれがどうしたんな。ね、こんな大したことあるから、この車国産車やないかとか言って、すぐ怒るんですよ。怒ってる人は老けやすいです。老けます。なんでかっていうと、笑わんでしょ。笑わんかったら表情筋が動かないんです、あんまり。ね、あんまり動かんから筋肉が固まるんです。ここがね、固まってくると、たまに笑った時にそのシワがピュッとできて、それが形状記憶になって、でそれがシワになるんですよ。そう、ほんまなんですよ。だからよく笑う人はお肌が綺麗で、で、シワが少ないんです。柔らかい、筋肉が柔らかいですから、ね、口輪筋をこう刺激するんですよ。で、ほんとは表情筋が豊かになる。だから、そう、ちょっと練習してみましょうか。練習、笑顔の練習。ね、口輪筋、こっち、これをぐっと引っ張って上45度上げろ、ね、眉間にシワ寄せたらあきません。ね、こうやってグッと引っ張って、ほんで目尻をこう下げて、思い切ってこうやって、ほんで10秒間やってみましょう。はい、せーの、ニコー、お互い顔を合わせてニコー。はい、そのニコーっとした状態で一番嫌いな人を思い浮かべてください。できますか。無理でしょ。笑顔で人のことを責めれんのです。悩んでみてください。嫌いな人の理由を思い浮かべてください。思い浮かべれないんです。笑顔ってそうなんです。で、笑顔になると脳の中でホルモンが分泌されるんです。自動的にね。どんなホルモンかっていうと、ベータエンドルフィン、覚えんでいいですよ、横文字やけどね。ベータエンドルフィンとかセロトニンとか、あとドーパミンとか、これね、脳内麻薬っていう。そのベータエンドルフィンっていうのは血液をサラサラにする効果があります。それから鎮静効果、痛みを取る効果がある、ね、あとなんだっけな、忘れた。で、その脳内ホルモンってすごく健康にいいです。それから NK 細胞って知ってます、皆さん。ナチュラルキラー細胞って言って、体の中にもがん細胞とか悪いウイルスっていうのをやっつける細胞が NK 細胞。 NK 細胞がどんどん活発化すると、悪い病気を見つけてはやっつけてくれるんで、 NK 細胞がいっぱいある人は健康なんです。で、その NK 細胞を活発化させるのは笑顔なんです。笑顔が一番活発化させるんですね。年取ってくるとそれがだんだん減ってくるんで、がん見つけにくくなっていて、免疫力が低下してがんになっちゃう、ね、だから笑ってると免疫力が高まるっていう効果もある。すごいでしょ。皆さんね、病院に行ってお薬いっぱい持って、毎朝毎朝何種類もの薬、これ飲んだかいな、これ飲んだかいなって気にしながら高いお金出して、お金薬買ってる、イライライラ、笑うとったらそれだけで健康になる。コストパフォーマンス抜群、ね、だから笑っとったらいいんですよ。で、この笑いっていうのは作り笑いでもできます。作り笑いでも分別されます。
今ちょっとね、さっきやってもうたでしょ、今その時点でもう脳内ホルモン分泌されてるんですよ。脳ってね、アホなんですよ。臓器なんで、こう今までに、あ、笑ってたらこう筋肉のこう動き、この筋肉の動きは、あ、確か前にすごくこいつ喜んどった時にしとった筋肉の動きやなって脳が勝手に判断して、でホルモンを分泌する、そういう仕組みなんです。イメージと現実と区別できないんです。だから梅干しを想像してみてください。酸っぱ、なんか唾液出てきますよ。食うてないんですよ。食うてないのに想像しただけで脳は空炭と同じ作用を施すんです。窓ガラスでなんか爪でね、キーって想像してください。サボーって気持なるでしょ。やってないのに想像しただけで脳は騙されて、もうそういう感じになってくるんですよ。脳って騙される。だから常に作り笑いをしとく。そしたら健康になる。お腹痛いなっていう時にニコーって痛いなって言った時、思った時こそニコーって笑ってたらほんまに痛み収まります。でもそれ恥ずかしいよね、この人アホちゃんって思われる。でこんな時はマスクしとく。マスクしたらまあバレへんから、マスクの中でわーってやんでおる。ほな収まってきます。これね、ほんまにあるマスク療法って言って、ほんまにある両方なんです。一遍試してみてください。あのね、おばあちゃんが亡くなったら、おじいちゃん、旦那さんが後を追うようにすぐに亡くなる。よくあるでしょ。おじいちゃん亡くなっておばあちゃんが後を追うようにって聞きます？ないだろ。ないんですよ。ほんまなんですよね。なんでなんでしょうね。なんでなんでしょうね。ストレス。うん。あのね、おばあちゃんというか女の人は外へ出て家以外のところで友達作ったりおしゃべりするのが得意なんですね。どっちかっていうと男の人、男の人はダメでしょ。もう、まあ、お父さんほな出かけるじゃん、ほな嫌じゃん、私はめんどくさい、どこ行くんだ、なんとかさんのとこ行くんじゃわよ、いやもうこれやめてくれ、まあやがましいわとか言って行けへんの。男の人は一個も外へ出ていかないね。人と交わる嫌いな男の人だから、奥さん亡くなったらもう塞ぎ込んで家のことなんちゃ要せん、ね、外へ出ていくも人と話するも嫌や、苦手やから、で家の中でぼーっと誰とも話せんと、人と交わらんかったらだんだん気持ちがこう散んでいって病気になって死ぬんです。半年かからんぐらい死ぬんです、人と関わらなかったらね。女の人はいや、お父さんが亡くなって私もう一人っきりとか言って、やっぱ楽しいですよね。幸せになるんですよ、お父さん亡くなったら。そのくせペットの猫が死んだ時の悲しいこと、ね、だからやっぱり人と関わるっていうことがその健康にとってものすごく大事なんですね。あの今去年ですかね、イギリスで孤独担当大臣っていうのができたんですね、政府の中に。孤独担当大臣、孤独っていうのはまあ1日タバコ15本吸うぐらいのと同じぐらいの健康被害があるんだよっていうのがもう世界の中では常識になってきてます。だから孤独って本当にもうもうおこげを食べるとか腐った牛乳飲むとかと同じぐらい健康被害あるってことなんですよ。だから孤独をなんとかしなければならない。孤独をなんとかし、コミュニティを作ってみんなで人と関われるような環境を作れば健康度がもっと上がるよというふうなことで、もうイギリスなんかでは国が率先してね、そういう政策を取るようになっています。日本は違います。日本もどんどん国は面倒見えへんから、お前らで勝手に健康づくりやれよ、地域でどないかせよ、お前
まあ、お互いに友達同士で助け合って生きていけよっていう政策なんですね、日本は。だからちょっと世界と日本はこうズレが出てきてるんですね。ですからね、もうしっかり皆さん人と関わってこういうところに呼ばれたらもう行こわ行こわって言って来てください、ね、あの人間の脳って何にもしなければ何にもしなければって何普通に生活してたら1日に20万個ぐらい脳細胞って自滅していってるんです、減っていってるんです。昨日から今日に比べて昨日よりも20万個ぐらい皆さんも脳細胞減ってるんですよ。ノータリン状態ちょっと軽くなってません？ね、でその脳細胞ってなんで減るかっていうとぼーっとしてたらしてた時ほど避けてるんです。刺激があったらあんまり減らんのです。だからもう家でぼーっとテレビばっかり毎日ぼーっと外に出ていかんと人と交わらんとぼーっとしとったらあっという間に認知症になったり死を訪れます。なのでしっかりね刺激を与えてください。まあ隣に面倒い人がおったとしてもあこの人の対応することであ脳の栄養になるんじゃって思ったらまあ我慢できるじゃないですか、ね、そうやって脳にどんどん刺激を与えて人と関わることを意識していただいたらなというふうに思います。あとねそうねちょっと、まあ、健康の話からちょっと死生観の話になります。ちょっと澤田さんがおるけに話しにくいけど専門家がおるけに話しにくいけどあのね、まあどうやって一生を迎えていくかっていうかね、これからこれからどの人生を生きていくかということなんですけどね、インディアン、ネイティブアメリカンでインディアンの死生観でこんな死生観があるんですね。生まれてきた時と死んでいく時とで人間っていうのは真逆にならないといけないんです。どういうことかというと生まれてくる時っていうのは泣きながら生まれてくるでしょ。ギャーオギャーオギャーオギャーって本人は泣きながら生まれてきます。でも周りの大人たちどうですか？いやー生まれたよかった、もうこの子かわいいわ、嬉しいな、ね、嬉しいなってもう最大の賛辞なんですよ。みんなが喜んで周りが喜んでくれるわけなんです。本人は泣いてるけどね。でも亡くなっていく時ってどうでしょうか？本人はありがとう、もう悔いのない人生を送らせてもらった、みんなのおかげじゃありがとうって笑顔で喜んで死んでいくわけです。そして周りの人たちは、はあ、まだいかんといて、まだお前は早いわ、みんなで別れを惜しんでくれるわけなんです、ね、本人は笑顔で、周りの人は泣きながら、こういう人生を送らないといけないよ、インディアン言うんですね。いい話でしょ。そうやなっていうふうに思うんですよね。日本語ってすごくてね、50音ってあるでしょ、あいうえを書きつけます。あの50音って一番最初何で始まります？あいうえあいなんですよ、あいで始まるんです、ね、で一番最後ははおこのお難しいおで、うん、おんなんです、おんで終わるんです、ね、愛で始まっておんで終わるんです、ね、生まれた時っていうのは愛情たっぷりに生まれてくるんです。で亡くなっていく時は今までお世話になった人たちに恩を感じてそして亡くなっていくんですね。最後は恩で恩を感じて感謝して亡くなっていくんですね。そういう人生でありたいっていうふうに思うんですね。一期一会って言葉があるでしょ。一期一会ってね、僕は初めて会った人に この人と会うのはこれがこれで最後かもしれないと
という思いでこの人と接しようっていうことかなと思ってたんです。でも本当は違うんですね。普段常に会ってる人たちとこう接するときに、この人と会うのは今日で最後かもしれない、そういう思いで接しましょうっていうことらしい。一期一会ってね、やっぱこの人が今日で最後やと思ったらどうですか。お父さんがね、はい、お茶入れてくれ、飯はって言われた時に、何もあんた一人でやんない、私こんなに忙しいんだろっていう言葉が今日で最後の言葉だったらどうですか、ね、あ、そんなん言われても今日が最後なんじゃこの人と、そう思ったらね、優しくできませんか。今日はね、できるかい、今日はなぁ、聞いたけどできそうだな、また明日忘れるやろ。どんな風に生きていこうかっていうようなことを考えた時にね、僕すごくね、赤穂浪士が好きなんです。めっちゃ好きなの、赤穂浪士が。泉岳寺に墓参りに行くぐらい好きで、赤穂浪士のね、大石蔵之介の年齢を超えちゃったんですよ、ね、尊敬する大石蔵之介の。で、彼がなぜあんなに潔くね、かっこいい人生を終えたのかなっていうふうなことを考えてたら、やっぱり赤穂浪士の四十七士、まあ赤穂浪士に限らず武士ってね、いつ死ぬかわからないんですよ。ひょっとしたら今日死ぬかもわからん、常に刀対等してね、いつ死ぬかわからんので、じゃあ今日何しようっていう思いで毎日生きてるんですよ。だからかっこいいんやな、常に死と向き合いながら今ある命を何に使おうかなって思いながら毎日生きてたんですね。だから今日が最後と思いながら生きてるから、生き生きとした充実した人生を送れるかなっていうふうに思ったんですね。御巣鷹山で飛行機が墜落した事故あったでしょ。日航機が墜落した、大分も1985年ぐらいですけど、あの時の乗客でディズニーランドで遊んだ帰りにあの飛行機に乗り合わせたっていう家族がいたんですね。で、その写真がディズニーランドのスタッフのスタッフルームに貼ってあるんですね。で、ディズニーランドのスタッフは毎日こうアトラクションに遊びに来るお客さんに対して、このアトラクションで遊ぶこの家族はひょっとしたら今日が最後のアトラクション遊びかもしれないって思いながら接してるんです。だから最高のサービスができるんですよ。ものすごくディズニーランドのスタッフって優しい、楽しい、サービスがいいんです。あれは一人一人に対して今日この人と会うのは最後やって思いながらサービスを提供してる。だからいいサービスができる。みんなに人気があるっていうことなんですね。今日が最後、これが最後って思ったら、どんなことでもいいプレゼントをこの人にしたいなと思うんですね。やっぱりそういう思いで生きていくってすごく大事だなっていうふうに思います。やっぱりね、皆さん若い子供の時思い出してください。子供の時と比べてね、時の流れが早いでしょ。むちゃくちゃ早いことないですか。0歳から20歳までの時間と30歳からの20年間の時間って全然違うことないですか。これなんでか分かります？なんででしょう、子供の頃はね、経験したことないことがいっぱいあったんですね。夏休みが楽しみだ、お誕生会が楽しみじゃ、クリスマスが楽しみじゃ、海水浴が楽しみじゃ、遠足が楽しみじゃって次々にワク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 してる、ワクワクドキドキすることがいっぱいあったんですね。ああもうお誕生日あと何日やな、まだ来えへんの、なあ今日は今日いつ、まだってお母さんに何回も聞くんです。なかなか時が過ぎないんです、やってこないんですね。
ワクワクドキドキすることが多いと時間ってなかなか過ぎない。でも今どうです？ああ今日も一日何事もなく終わってよかったよかった。しんどいな。毎日同じことの繰り返し、ね、新しいことするの嫌なんです。大人になると、はい、ちょっといやこう行こうだとかこんなんしようだとかって言うてもああもうかんまもう私もう75やけん、ね、いきなり言うんです。隠居したらダメですよ皆さん。隠居したらどん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 脳細胞減っていきますから ね。毎日毎日ワクワクすることドキドキすることが多いと人生充実するんです、ね、ぼーっと何事もなく終わった。これが蓄積すると脳細胞は減っていって、ね、時間はあっという間、もうあと 何年生きられるやろ、あと何年しか生きられへん、そう思ったらあっちゅう間ですよ、ね、今日が最後なんよ、今日最後なんけん今日やることを一生懸命やろうって、一生懸命楽しもう、そうやって毎日を過ごしてるとそれが心の幸せになるんです。心が穏やかで心が幸せだったら長生きできます、ね、あの尾形康夫さんって知ってます？スーパーボランティア、スーパーボランティアの尾形、これ去年のね夏ぐらいにあの子供がおらんようになって山ん中、山口県の山ん中で子供がおらんようになってもう警察やら消防やら、ま、村の中で探したけど見つからんかった。でそれがその尾形康夫さんがやってきて探し出してから20分ぐらいで見つけちゃった。あのおっちゃんね今79歳、この人65歳の誕生日に営んできた魚屋さん辞めたんです。辞めて今までお世話になった人に恩返しがしたいって言ってボランティアの道に進んだんですね。65歳からですよ。でも軽トラに乗ってずっと全国旅してね、ボランティア災害現場に行っては活躍してる。今も79ですよ、まだまだやってますよ。あ、辞めるって、あ、ほんま。どちらかいます。詳しいリアカイで一挙でな。理由があるから。いっぱい集まって、迷惑になる件やんですよ、辞める。そっと行くんだよ。そっと。まあでもね、あのすごく人生あの充実してると思うんですよね。やっぱり人生冒険しないと、もうね、最大の不幸って何かっていうと死ぬことじゃないんです。やっぱりやらないで後悔する、それが一番不幸ですよね。だから本当ね、気持ちの持ち方なんです結局。どこの病院行こうか、この病気どうやって治そうかじゃないんです。病気のことばっかり考えてると治らんのです。それよりもどんな人生で誰に感謝して生きていこうか。よく神社やお寺でね、もう僕は拝みよう人がおるけど、大体そういう拝みよう人って合格しますように、お金が儲かりますように何々できますようにってお願いばっかりなんです。こんなお願い聞いとったら神さんやってこれ君が持たんですよ、ね、お願いばっかりじゃダメなんでね、沢田さん、ね、感謝しんといかんです。感謝なんです。今まで生かしてくれてありがとう、農家の おじさんたち私にご飯食べさせてくれてありがとうって万物に感謝して生きていく。そしたら自然とその人のところに人が集まってくるし、自然とお金が集まってくるし、運が集まってくるんですね。だからやっぱりね、感謝を忘れずに生きていきたい。感謝が一番ね、脳内ホルモンではオキシトシンという幸せホルモン、オキシトシンが一番分泌される増強剤というのはありがとうという言葉なんです。ですから一日何回ありがとうという言葉を吐けるかって自分でチャレンジしてみてください。そうしてやっていけば
でも幸せな人生になるんじゃないかなっていうふうに思います。以上で私の講話を終わらせていただきます。ありがとうございました。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。